だったら草取りやった方がいいわけですから、まあ鍛えるということはもう考えなくてよかった。これテレビはダメですね。テレビ見て健康のために良かったっていうことはもうめったにないです。あ、ただ昨日一昨日やってた試して合点、あれいいことやってましたね。あれは見た人います？糖尿病の話やってましたでしょ。誰も見てないです。あ、たまには NHK いいことやったなと思ってたんですけどね。試して合点見なかったですか。試して合点で血糖値、糖尿病の話やってたんですよ。で、野菜を食べるといい、野菜っていうかいろんなものを食べるといいという話だったんですけど、なんでいいかと。で、腸の中にある、インスリンを出しましょうというスイッチをその野菜がポンと押してくれるからいいんだと。そうするとノンと押したら膵臓からバッとこうね、インスリンがちゃんと出るようになったから、あ、それがいいんだって言ったんですね。で、それなんで分かったかというと、胃を切って腸をブチッと切って小腸を短くして胃袋につなげたって、こういう肥満解消の手術をしたそうなんですね。アメリカ人あたりはそういう手術をするんですよ。胃袋半分にしてもうね、吸収する小腸をですねぶった切って大腸につなげるんです。で、その手術をしたらなんと糖尿病が治ったっていう人がいるんですね。それはどういうことかっていうと、まあ、未消化のもんがバーッと腸の中入ってきて大腸に行ってパンとそのスイッチを押したそうなんですよ。そしたら血糖値がパッとこう改善したんですね。それは膵臓からインシュリンがバババッと出てきたからなんですね。で、それはなんでそうなったかっていうと、腸の中にいるそのまあ善玉菌といわれるような腸の菌がいるわけですけど、それの餌になるものをたくさんこう食べたからよかったんだっていうふうな、そんな話になっていくんですね。で、それは一体どういうものが代表かっていうと、それはイヌリンですと言ったんです、その大学教授が。これはイヌリンみたいな、水溶性だけどあんまり溶けないものを食べたのが良かったんだと。で、私菊芋のイヌリンというのをやってるわけですよね。で、それが良かったという証明を NHK の試して合点がやってくれたんですよ。良かった良かったと思ったんですね。で、昔からその菊芋に入ってるイヌリンというのがもう体の中に入ってきた糖を包み込んで吸収させないようにして、そして出すからいいんだという説があったんです。おお、なるほど、そうなんだなと思ってたんですけど、なんか違うような気がしたんですね。なぜかというとですね、今うちでこの菊芋を買っていただける方の半分は糖尿病の方です。で、あとの半分は便秘の人なんですよ。半分半分なんです。で、血糖値が下がるという効果、それは分からんことはないと思ったんですけど、便秘の人が飲んでる、もうこの血糖値を下げるために飲んだ人も便秘というか便通がすごく良くなるんですね。逆に言うと便通が良くなる人ほど血糖値が下がりやすいんですよ。と考えるとですね、その、菊芋のイヌリンが糖を包み込んでうんたらという話よりもですね、なんか腸の状態が良くなったから血糖値が下がってるんじゃないかなと、なんかこう考えてたんですね。そういうことを2、3回こう書いたことがあるんです。そしたらですね、慶応大学の教授がイヌリンを取ると腸の発酵が良くなって血糖値が下がります。もう今一番のトピックスで、ここ数年でこの研究を一生懸命やってますっていう話をされたんです。ああ、やったやった、そうだった。誰も見てない、残念でした。違うんですよ。菊芋ってですね、じゃがいもみたいな、あ、違った、生姜みたいな格好してるんですよ。生姜みたいな。秋になったら増田さんが持ってきてくれると思いますから毎年秋になったら植えていいですよ。植えていいんですけど、ものすごく美味しい、あ、ものすごくまずいのがあるんですよ。美味しくないのが。同じもの。そうなんですよ。どこが違うんですか？いや、味です。味以外は見た目はわからない。食べてみないと分かる。植えるとほら種類でそのじゃなくて、同じ種類の中でいろんな味があって、で、その菊芋はですね、ものすごく繁殖力強いんですよ。皆さんご存じないかもしれませんけど、その辺の土手とかですね、線路の脇とかいっぱい生えてます。で、秋になると花が咲きます。菊のような花が咲きます。高さが3メーター近くなります。まあ痩せどこでもあります。もうほぼどこでもある。ただその中に、まあ、言ってみればほとんどが美味しくないんですよ。もう食べたらですね、ドブ板剥がしてその中顔突っ込んでご飯食べてるようなそのくらいまずい。中にちょっとまともなのもあります。でそれをまずそこからです。それを入手できたらそれは植えてください。で万が一この話を聞かずにですね、美味しくないのを植えてしまったらもう取り返しつきません。その畑全部どん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 広がるんですよ。まずは味を味わって、これはもう大丈夫というのだけを植えると。繁殖はします。ただ根がちゃんとは張りません。ちゃんとそれなりにその肥料の管理してやった方がやっぱいいんですよ。僕はもう雑草みたいなもんだから、こう無肥料でポンと植えればどんどんできるかと思ったらそうじゃないんですよね。でそれをやった前に菊芋チップスを買った、和歌山の、お寺の和尚様が、自然療法で無肥料でやってみようと、無農薬でね、おやりになったんですよ。ところが3年目になったらですね、もうそれはもう全然できなくなったそうです。やっぱり肥料の管理はある程度しなきゃダメと。それだけ野生のものってはですね、周りからその栄養吸収をどんどんすごく吸収するんですよ。だからちょっと肥料の管理は必要なみたいですね。でもそんなたくさん入れる必要はないです。大体根物ってあんまり肥料入れすぎるとできませんから、ちょうどいいぐらいがちょっと足りないぐらいでこう作るっていう、若干難しいとこあるみたいですけど、でもそんなに失敗しないみたいです。どんなんですかね、増田さん。そんな感じですかね。はいはい。化学肥料もやっぱ堆肥をちゃんと作って、土を作ってですね、それから作らないとやっぱダメみたいですね。はい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 。大丈夫です大丈夫です大丈夫です。これがですね、あできたと。で食べるでしょ。で今もねそんなまずくはなかった。でこれ毎日食べられるかどうかが問題なんですよ。毎日食べるとね飽きてくるんです、この味がね。それでね、もう最終的にはカレーに入れるとかですね、毎日カレーになってしまうんですよねそうです。濃い味付けないとダメなんですね。でまたそうするとちょっと飽きがくるんですね。でこれがですね、また日持ちがあんまりしないんですよ。まあ冷凍もできなくはないけど、やっぱそう美味しくないもんですから、やっぱり今度はビチャッとなってみたりとか、しょうがないから収穫して粉末にして、まあ、ダジョウにして、その菊芋、あちょっと大塚さん、菊芋みんなに一つずつ配ってあげてくださいでそうすると一年中一応食べられるんですよ。でもこれもですね、非常に管理が難しいんですよ。これはですね、この菊芋っていうのは作り上げるとですね、とにかく水分吸収するんですよ。うちでもですね、その開けたらもう半日も雨降り置いておくと色が変わるぐらいです。なかなか難しいんです。で色が変わると水分するでしょ。今度はやっぱ味も変わってくるんですよ。だからもう乾燥剤入れてもう密封してというふうにしなきゃいけないんですよね。でもそうやって錠剤にしたりとか、チップスにしたりとか粉にしたら、まあまあ日持ちがします。でも粉にしただけじゃですね、もう水分あっという間に吸収して、もうカッチンカッチンになります。あどうぞ一つ食べてください。でこの状態だったらですね、もう朝昼夜いつでも食べられますので、どうでもいいです。舐めてもいいし噛んでみてください。そんなひどい味はしませんので噛んでいいですよ。これも一応長野県産の無農薬有機栽培の菊芋の原料です。決して中国産じゃありませんので中国産だとこれの半分以下の値段、3分の1ぐらいの値段です。あ、よくなりました。はいはい。そうですそうです。はい。ああそうなんですか。ああはいはい。ああよかったですね。そういうことなんですよ。食べる量、例えば潰瘍性大腸炎みたいな方は1粒から始める。でも本当に便秘が辛い人ってのは20錠以上ぐらい飲むんですよ。ただね、菊芋の特性として水分をギュッとこう吸収するんですよ。だから下痢にすごく効くんです。下痢にも効くし便秘にも効くんですよ。ただし便秘の人はもう味噌汁でいいですから、毎回必ず味噌汁以上ぐらいの水分量を取らないとお腹の中でいい発酵しないんですよ。発酵食品っていうのは水分が必要ですから、いやお茶でもいいんですけど、やっぱ水溶性のそういう食物繊維の方がいいんですよ。それが一番いいのは味噌汁なんですよ。大体味噌自体が発酵食品でしょ、ね、あれに近いもの作ってるわけですよ。お腹の中で味噌もクソもって言うじゃないですか。どっちができたか分かんないようなもんでしょだから僕はね、あれが一番いいと思うんです。味噌汁に具をたくさん入れてもらって、そして食べてもらうんですよ。でもう味噌汁だったら2杯ぐらい食べても全然、毎食1日3回食べてもいいですから、朝食べない人はもう昼か夜に2回食べても構いません。で水分量しっかりとっていただいて、効き目を取ると大体いいうんこができますので。